青山学院大学は、東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号に、本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された、大学の略称は、A 称、アグ、青学、青学大。十字架と信仰の盾地のを、世の光青山学院大学は、明治7年に、桜藩の農学者、津田線の圧線により同来イ来スクーンメーカーが麻布に、 設立した女子小学校、明治11年に津田線の命名へ、圧線により、ジュリアス・ソーパーが築地に設立した公共学者、明治12年に、ロバート・エス・マクレーが横浜山手町に設立した美海人学校の3つを源流とする大学である。明治14年、津田線、和田正行、菊池拓平、元良雄二郎、生島館、 栗村え八等の尽力により公共学者と美海人学校が合併して東京英学校となり、明治16年、ジョンカイガウチャーの寄付により赤坂区青山南町7丁目の開拓し、試験場跡に移転し、東京英和学校と解消。明治27年に、本田陽一委員長により青山学院と解消し、新学部と普通部が設置される。 1904年に新学部、高等科、青山女学院英文専門科が、旧正専門学校として認可を受ける。1944年に、青山学院工業専門学校を開設。1947年に、青山学院専門学校横須賀文校を開設。1949年に、新生大学として、青山学院大学が開校し、文学部、 小学部、工学部を設置。2020年時点で11学部、12研究科を設置する総合大学である。学院委員長、理事長、及び大学長を除く設置学校の長は、キリスト社であることが義務付けられている。そのため現在でも、キリスト教教育の基本におき、キリスト教外論の講義は、見学理念のバックボーンを理解するために、 必修科目として位置づけられている。地の潮、世の光をスクールモットーと定めている。現在の住所は渋谷区だが、青山学院の前身の東京映画校が築地から1883年に一転し、東京映画学校となった当時は、周辺が青山と呼ばれる土地で、住所も東京府若坂区青山南町7丁目であった。 青山南町7丁目は1889年の市政町村政志向に伴い南戸島郡渋谷村に編入、1928年に町名は緑岡町と変更され、1966年の住居表示実施に伴い現在の地名渋谷となった。映和の名称は1880年代の大歌主義時代には魅力的な響きがあったが、 国水主義が台頭する中で反発もあり、より複雑な教育内容にも合致しなくなったため、本学の地である青山の地名を取って、青山学院と称することになった。1870年代に創設された3つの学校は移転、公明変更、合同など様々な変遷を遂げながら1927年に男女の教育機関としての青山学院を形成した。 源流の三校を開校した3名の宣教師が、青山学院の直接的な創立者である。青山学院大学は、米国メソジスト監督協会から派遣された、宣教師たちが設立した3つの学校を母体とする、キリスト教主義学校であり、アメリカの宣教師が建てた学校が前身であるがゆえに、欧米型カレッジのリベラルアーツ教育の流れを、組んでいる。それゆえ、 第二次世界大戦前からの伝統として、教養教育を重視した方針を取っており、独自に、青山スタンダードという全学部必修の教養科目の制度を取っている。学生への教養教育カリキュラムを実施する以外に、一般人を対象として、各キャンパスで年に4から5週の公開講座を実施している。これらの公開講座は週に一度、5週間にわたって行われている。 内容、講師の手配は講座を受け持つ教員に一任されており、人文科学、社会科学、自然科学のそれぞれの分野において毎年異なったものが開かれている。キリスト教主義学校である青山学院大学は、源流となる学校ができた当初から、聖書の授業を全学部学科において必修としており、専門学校の認可を受けた後も進学部を備えていた。 神学部は、その後、日本東部人学校に合流して学院から分離されたが、その精神は、大学設立後も受け継がれ、設立当初には、文学部、キリスト教学科があった。その後、1961年に文学部神学科へと、開祖されたが、学園紛争の混乱の中、理事会の決定により1977年に、廃止された。英語教育に熱心であり、 英語の青山と称されることもある。学校法人青山学院は、明治7年に D.E. スクーンメーカーによって、麻布本村町に設立された女子小学校と、明治11年にジュリアス・ソーパーによって、築地に設立された男子校の公共学者、明治12年にロバート・エース・マクレイによって、横浜山手に設立された男子校、美海人学校を母体としており、 2014年に創立140周年を迎える。それぞれの学校はすべて、米国メソジスト監督協会から派遣された、宣教師によって設立されており、現在でも青山学院は、キリスト教、プロテスタントメソジストのミッションスクールである。現在の青山の地に校舎を構えたのは、東京英学校と美髪学校が合同することとなった、明治15年の翌年のことである。 合同に際して、東京英和学校と解消し、予備学部、高等普通学部、新学部が設置され、敷地内に、欧風建築が立ち並んだ。また、青山キャンパスの購入にあたって莫大な資材を、投じたジョンカイガウチャーが、日本に、アングロジャパニーズ・ユニバーシティ・オブ・トキオアオーヤマ、というメソジスト派の大学を設立するという将来、発展のビジョンを示していた。 その後、本田洋一が校長を務めていた1894年に、現在の青山学院へと改称する。1899年に、私立学校令のみの適用を受ける、各種学校以外の学校での宗教教育を禁じる、文部省訓令第十二号が交付されると、青山学院は、キリスト教教育を続けるために、各種学校となることを選び、上級学校への進学や、 小平猶予等の特典を失うことになった。しかし、本団長らが文部省に訓令の撤回や適用除外の運動をし続けた結果、1901年にそれらの特典を回復。1904年には、青山学院高等科、進学部、及び青山女学院英文専門科が専門学校令に基づく旧制専門学校の認可を受ける。その後、 1927年に、青山女学院との統合が文部省に認められ、統合に至った。そして戦後になり、1949年の学生改革に際して、青山学院大学として開校するに至った。当初は、文学部、小学部、工学部の三学部が設置されていたのみであったが、その後、工学部の上と小学部の快祖、法学部、理工学部、 国際政治経済学部、教育人間科学部、総合文化政策学部、社会情報学部の設置を行い、現在は旧学部を要する総合大学である。1965年の理工学部設置の際には、理工学部専用のめぐる沢キャンパスを、1982年には、1、2年時の学生対象の厚木キャンパスを開設したものの厚木キャンパスは、 厚木市北西の給料部にあったため、交通アクセス面で不都合で、世田谷キャンパスの老朽化も、相まって以前の世田谷、厚木寮キャンパスを閉鎖、統合する格好で2003年神奈川県相模原市に相模原キャンパスを開設した。2008年には2012年4月より文系学部を青山キャンパスに全面移行させることを発表していたが、 移転する学生の受け入れ先として建設していた校舎が東日本大震災の影響で竣工の遅延が確実になり2013年からの移行と発表された。青山学院の創立は1874年であるが大学に昇格したのは戦後に入ってからである。1899年に私立学校例のみの適用を受ける。 各種学校以外の学校での宗教教育が禁止されたため、青山学院はキリスト教教育を優先し、上級学校への進学や徴兵猶予等の特典のない各種学校となる道を選んだ。勝田ホール跡、勝田ホールの全開など、関東大震災の被害が大きかったことが、旧正大学への昇格を果たせなかった一因となっている。しかし、 キリスト教教育を継続したまま、1901年に、常実の特典を回復、1904年には、専門学校令による、旧正専門学校への昇格が認められた。そして、1910年6月に開催されたエディンバラ、選挙会議をきっかけとして、長教派のキリスト教主義連合大学構想が、本格的に議論されるようになる。青山学院は、 明治学院とともに連合大学構想の旗振り役であり、1915年には大学創立準備の常任委員会も設置され、1917年までに東和大学を設置すべきことを決議している。しかしこの間、同志社や立教学院、関西学院などは独自路線を選んだため、1918年の大学霊交付を機に、 青山学院も独自の大学設置計画を進めることを1920年12月13日の理事会で決議した。しかし、翌年の高木水太郎委員長の旧姓さらに関東大震災の発生という不運が重なり、それまでの拡張計画は消し飛んでしまった。その後は被災校舎の再建と専門学校としての内容充実を優先し、 大学昇格についてはしばらく生還を余儀なくされた。1939年に委員長に就任した笹森純造は再び昇格を起とし、宗教家、英学家、経済家を中心とする大学組織案を1942年4月1日の青山学院法に公表した。しかし、戦時下にあって文科系大学の設置は実現の見込みなしとして、 同年秋の理事会で大学設置案はまたしても先送りとなった。青山学院が明治期から抱き続けた大学昇格の祝願は結局戦前、戦中期を通じて果たせぬままとなった。1999年に大学創立50周年記念としてオリジナルマスコットのいい子が制定された。手に聖書を持った二足歩行の足の姿で、 聖書の一節で比喩される足がモチーフになっている。交渉は1952年に図案を学生から公募して制定された。縦の形で中に青山の A、学院の G が書かれており、その下に大学のユニーブがブラックも LED というフォントで書かれている。聖書の中の信仰を縦としてを意味する。青山学院大学のスクールカラーは、 能力、青緑である。1949年、設置。2009年、設置。1953年、小学部を改組し設置。1966年、設置。1982年、設置。2008年、設置。1965年、設置。2008年、設置。2015年、設置。二千十九年。 設置。青山学院大学専門構想化が進む、青山キャンパス、学生時代可否、舞台となった、青山キャンパスのチャペル前、青山学院大学17号館、臨床心理学コースホーム研究科国際マネジメント、研究科会計プロフェッション研究科21世紀、COE プログラム21世紀、COE プログラムとして、1件のプロジェクトが採択された。 私立大学学術研究高度化推進事業青山学院大学1号館青山学院大学2号館まじま記念館自治会が存在しない。準自治組織としては過去に学友会のもとに学生会や常任委員会などが存在しており学部別の自治委員会の設立も模索されたが大学当局と学生側が折り合わず実現しなかった。大学紛争の混乱後 大学当局は厳しい締め付けを行い、学生会や大学当局に批判的だった新聞編集委員会も消滅した。現在の新聞編集委員会はその後設立され、資金も大学当局から支援を受けている。部活動は学友会のもとに統括されている。学友会は直属組織、文化連合会、体育連合会の3つに分かれており、一部の 直属団体を除いて、大学公認の部活動はすべて文化連合会、あるいは体育連合会に加盟している。学友会直属組織文化連合会、体育連合会以外に、学友会直属とされる団体と不知委員会が、いくつか存在する。学友会不知委員会文化連合会、加盟組織体育連合会加盟組織、青山学院マーク由りの、 文章公式野球部ユニフォーム優勝出雲駅伝には、第22回に初出場し、第24回で初優勝、第27回で2回目の優勝、第28回で3回目の優勝。全日本大学駅伝には、第41回に初出場し、第45回で初のシード権獲得、第46回は3位、第47回大会は2位となり、 第48回大会は、初優勝、第50回で2回目の優勝。サークル、青山キャンパス8号館大学内での、正式名称は、愛好会公認の条件として略称、アドグル。部活動、サークル活動とは別に教員を中心に学生が、集う形で組織される、青山学院大学独特の団体。仙人教員のみアドバイザーとなることができ、年度初頭に、 学生は参加希望を提出することができる。登山中心に活動するアドグルや教育活動に邁進するアドグル、教授との個人的な交わりを中心としたアドグルなど様々な団体が存在する。青山キャンパスではミスコンテストなどが開かれる。このミスコンテントは梅津ヤイコや滝川クリステルを輩出している。なお、大学のミスコンを日本で初めて実施したのは 青山学院大学であると言われている。相模原祭りは、地域の子供を対象とした企画などもあり、地域密着型の学園祭である。青山祭りの来場者数は2011年に約15万人、相模原祭りの来場者数は2014年に約2万人である。両祭りともゲストを招いた講演会などが開かれる。2015年の相模原祭りにおいて、 相模原祭実行委員会側がヘビメタルバンドのみ出場禁止令を出したことに出演する音楽サークルや他大学の音楽サークルのみならず一部の著名人からも非難を浴びたその後実行委員会側が謝罪をするもヘビメタル禁止の姿勢を変えることはなかった2020年の学園祭は新型コロナウイルスの感染拡大により史上初のオンライン開催となった キリストの交誕を待ち望む礼拝として、1977年より、クリスマスツリー添加祭が開かれている。幼稚園から大学院までが共同でこの式を行う。礼拝においては、大学生課体やハンドベルクワイヤの演奏がある。正門を入って、並木道を抜けたところにある、中央ロータリーの木に点火される。交友会員数、約20万人。登録団体数、 約200。また、OB、OG 組織として、マスコミ、青山会や、金融青山会、青山放送会、青学会計人クラブなどがある。マスコミ、青山会の会員数は2600名に上る。表参道の欅並木文系学部、総合文化政策学部、夜間部の全学年が使用するキャンパスで、港区南青山に隣接し、 青山通りに面しており表参道や骨董通りにも徒歩圏内である。キャンパス正面に国際連合大学があり、2003年より一般協定を結んでいる。通称、青キャン。文学研究科経済学研究科法学研究科経営学研究科国際政治経済学研究科総合文化政策学研究科 社会情報学研究科ヒューマンイノベーションコース、ホーム研究科国際マネジメント研究科会計プロフェッション研究科の大学院が設置されている。敷地内には学校法人青山学院本部や各系列校も設置されている。正門から続く並木戸はモダニズム建築家のアントニン・レーモンドが設計したと言われている。最寄り駅は表参道駅及び 渋谷駅である。JR 山手線、埼京線、湘南新宿ライン、東急東横線、田園都市線、京王井の頭線、東京地下鉄副都心線の渋谷駅、宮松坂方面の出口より、徒歩約10分、または、東京地下鉄銀座線、半蔵門線、千代田線表参道駅 B1 出口より、徒歩約5分。 敷地面積は6億8305万平米。各系列校も含めた総敷地面積は約12万平米である。明治中期に、米国人、ジョン・カイガウチャーの寄付で開拓しのう自主権上、第2艦園跡地を購入し、その後も東京農業大学から、短大、中東部あたりの敷地を購入し、現在に至る。建物には建てられた順に1号館、2号館と、 番号がついている。現在は13号館は欠番。2001年に完成した大学チャペル圏、教室研究棟のカウチャーメモリアルホールなどがある。まじま記念館、ベリーホールの二棟は2008年、国の登録有形文化財に登録された。交通量の多い国道246号側に、総合研究ビルや、体育館等大型施設を置いているため、キャンパス内は静か。 現在、キャンパスの再開発が進んでいる。クリスチャン・ウナバーシティスオンラインの発表した、世界で最も美しいキャンパスのキリスト教大学、ランキングで、青山キャンパスは、第2位に選ばれた。立地や、登録有形文化財2棟や、印象的な並木などが評価された。相模原キャンパス B 棟、相模原キャンパス、相模原キャンパス内、 チャペル社会情報学部と理工学部と地球社会共生学部の1から4年次及び理工学研究科社会情報学研究科社会情報学コースが設置されている。JR 淵野部駅からは徒歩7分の距離であり、駅周辺には大美林大学のプラネット淵野部キャンパスがある。新日本製鉄跡地に2003年4月に開設されたキャンパスで 2002年度まで存在した、世田谷キャンパスと厚木キャンパスを統合し開設された。敷地は約16万平米。校舎群の他に野球場なども有する。キャンパス付近は東京のベッドタウンであるが、周辺広域には工場が多く、首都圏南西地域産業活性化フォーラムの一角を担っている。キャンパスに近接して、 体育施設の緑が丘グラウンド、町田グラウンドも設置されており、運動部など、サークル活動等に利用されている。また、野球場も併設されている。キャンパス内には、ウェスレーチャペルが設置されており、1次元と2次元の間に、礼拝の時間が設けられている。このチャペルは、青山学院の源流である、メソジスト教会の創始者、ジョンウェスレー。 チャールズ・ウェス・レイの兄弟にちなんでいる。チャペル内のパイプオルガンは、デンマークのマルク・セン・ソンオルガン社製。またステンドグラスは、滝沢山とのデザインである。相模原キャンパスジームネガイカン青山学院大学では、大学生協に変えて、青山学院購買会の運営する購買店舗、ショップが、各キャンパスに設けられている。総合研究所ビル。 青山キャンパスにある総合研究所ビル。1988年12月開所。大学総合研究所の様々な研究部門を設置している。12階の大会議室は国際会議場として様々な国際会議や講演会などに使用されている。2009年にはエマニュエル・トットが同ビルで講演を行った。また、同年に冷戦終焉20年に際して行われた。 講演会では、ビータウタス・ランズベルギスやスタニスキスやドビガなどが講演を行った。ガウチャーメモリアルホール、青山キャンパスにあるゴシック建築を彷彿とさせる外観のビル。大学の旧礼拝堂及び13号館が土地に建設された。名称は、6万ドルを超える資材を捧げて、初期の青山学院を資金面で支えた、宣教師、ジョンカイ・ガウチャーの名にちなんでいる。 1.2 1階にガウチャー記念礼拝堂を置き、3階から13階が教育、研究施設となっている。また、3階ロビーには中等部卒業生の統合政治の作品、天使の休日が飾られている。ガウチャー記念礼拝堂は1階560席、2階132席で、礼拝堂内にはパイプオルガンも設置されている。礼拝以外にも体育会の決断式、 交友会の集会場所として使用され、聖火隊などのコンサートも開かれる。神宮前5丁目にある、教育、研究施設、NHK のサテライトスタジオ、多目的ホール、商業施設などを併設する複合文化施設である。2009年9月、青山学院創立135周年事業の一環として、文化の創造、発信の地として建設された。建設場所は、 大学の教育寮、常青寮の跡地である。地上4階、地下1階の建物で、3、4階は貸し事務所、2階には大学総合文化政策学部の青山コミュニティラボ、1階には NHK のサテライトスタジオ、NHK カンピスが入っている。名称はコピーライター牧人氏による命名である。青山キャンパス内にある大型体育館。 東京オリンピック開催時の1964年に完成。観客席は2500名収容可能、最大6000人収容可能。入学式、卒業式をはじめ、国内外スポーツの公式戦やイベント、コンサートも行われる。1988年と1989年には、女子テニスの国際大会である、トーレパンパシフィックオープンの会場として使用された。 プロバスケットボールチームのサンロッカーズ渋谷が2016から17シーズンから開幕する B リーグへの参入に合わせてホームアリーナとして使用することが決定しホームゲームの8割に当たる24試合を開催する青山キャンパス内にある大型ホール席数は1701席中東部の礼拝堂としても使用される略称青校各種イベント コンサート、セミナーが行われる。青山学院還元学団は定期公演を開催している。青山キャンパス内にあり、式場やレストランが運営されているほか、交友会の本部や交友スペース等も設置されている。IB ホールと呼ばれる。創業は1968年。結婚式はキリスト教挙式のみを行っている。 2012年に新設された17号観光舎の6階に4カ国語対応の国際会議場兼代行技術として設備され、ホンダ記念国際会議場と命名された。名前を冠されたホンダ洋一は、当学院における初の日本人委員長で第二代委員長を務めた人物であり、2012年はホンダの死去100年にあたる562席。1968年に、 青山学院宗教センターの建物として完成。現在は文学部の私学科考古学資料室が入っている。まじま記念館、愛の像青山学院大学青山キャンパスにある日本国登録有形文化財である。1929年建設で、設計、思考は清水組鉄筋コンクリート作り3階建て、地下1階のパラディアンスタイルの建築。当初は、 図書館として建築されたが、現在は、青山学院資料センターとして使用されているほか、青山学院宗教センターが入っている。キャンパス正門を入り並木を抜けた部分にある、ロータリーに北面して立つ。ポスターなどに多く使用されるなど、青山学院大学のシンボル的建築物である。正面入り口は、基段のアーチ型の開口にあり、その上に、 キリシア建築コリント式の円柱を配してペディメントを支え、上部コーニスはデティルで装飾して古代ローマの神殿を模している。ネオルネサンス様式の古典主義的な雰囲気を持つ建造物である。同建築物の前には1907年に米国政公会から派遣された宣教師であり、建築家のジェーム・ガードナーによって設計された行動館があったが、 関東大震災で大破した。そのため、そのデザインをベースに、1929年に、中央図書館として再建された。名前は、交友会会長であり、理事であった、真じ乙彦がその資金の寄付を申し出て、死後に、愛子夫人がその意思を継いで建設されたことから、真じの名字を冠している。1階中央ホール部分には、万代潤資料が寄贈した。 愛の像が飾られている。ベリーホール、青山キャンパス内の中央ロータリーに西面して立つ、日本国登録有形文化財である。1931年に進学部校舎として建築されたが、現在は本部棟として利用されている。設計は j h ボーゲルである。3階建ての主体部北端に平屋建ての礼拝堂を設け、 南端にも平屋がつくというシンメトリーの建築である。主体部や正面車寄せはバットレスで飾られ、血縁アーチや戦闘アーチ、感銘な細部彫刻を配しているなど、ネオゴシック様式の一生の建築である。ベリーホールの名前は、元進学部長の AD ベリーに由来する。ベリーが関東大震災で倒壊した青山学院の 校舎復興のための募金活動に尽力したので、その功績を称えて、ベリーホールと命名された。同建築内のチャールズ・オスカー・ミラー記念礼拝堂にあるパイプオルガンは、1932年生、ドイツ・バルカー社製としては、現役で使用される日本最古のパイプオルガンと言われる。ペギー・ハヤマの曲、学生時代の歌の中に出てくる、ツタの絡まるチャペルとは、 この礼拝堂のことである。そのため、同礼拝堂の前には、どうかの可否が混流されている。国連大学本部ビル、東北学院大学対青山、学院大学総合定期戦決断式2009年では、両イベントを合わせて、約5万人の来会者があった。企業や地域社会との連携を図る、リエゾンプロジェクトを、相模原キャンパスで2017年に開始。 初の産学連携イベント、ミート、アップインアグ2018相模原を2018年12月5日に開催した。下記の教育機関は、学校法人青山学院が設置する学校で、大学、付属学校ではない。ありがとうございます。